ックリまでもバイトしてたら、そのジェーン・バーキンさんが来たって言ったので、イギリス系のメディアも BBC とかですね、相当そのコリアンクラシックオーケストラと懇意なようなので、まあ、日本の芸能界もほとんど、ベトミンコリアンかですね、まあ、タイランダーとかですね、あの辺ですね、ビルマとか、ビルマの盾事っていう映画とっても有名で、ディズニーランドが開演して翌年に、やっぱりベトミンコリアン俳優のですね、中井貴一さんという方がですね、日本名で主演したっていう。でそのビルマっていうのがそのミャンマーとですね、ヤンマーディーゼルっていう日本の日系人のメーカーがありますけれども、まあ、フジテレビあの時代まではギリギリ頑張っていたって。そしてですね、2年後に JAL123が墜落することになって、ロシア機の出現ということになります。だからニューヨークのアメリカ、ニューヨークがですね、ブロンドアメリカンじゃなくて、そのもうジャマンアメリカンとかですねではなくて、イタリア系のイタリアンアメリカンにですね占領され始めた時と同じように、同じ時期にですねロシア機が空爆してるって、サウス、ニューヨークから、サウスコリアに向かうですね、カルですね、KL の、コリアンエアラインズもですね、軍機で追撃して墜落させている。まあ、もちろん全員亡くなりましたけれども、それが昭和天皇のエンペラーのですね、昭和エンペラーの亡くなった1988年前後まで実にですね 7,8 年続いたことなんです。そのディズニーランドのですね、開園が、まあ、一つきっかけになって、まあ、ロシアとかですね、欧米のですね、NATO が、アジアをちょっとその乗っ取られるんじゃないかと、そういう極端な 軍機でですね、攻撃した。まあ、それはですね、私たち、まあ、白い系のですね、ノースイーストチャイニーズのですね、ホワイトジャパニーズはですね、まあ、1960年代に、ベトミンがどんどんですね明治維新後にですね日本人化して、母国から表向きフィリピンとなってますけど、あまり関係なくてですね、ベトミンとかタイランドとかカンボジアからですね、どんどん親戚を呼び寄せて、日本名を与えて日本語を教えてっていう。だから江戸っ子っていうのはあちらの方なんですね。東京のほとんどの肌の色も違いますし、骨格も顔つきも違う、言葉も違う、発音も違うってことです。で江戸っ子っていうのはとても下品なんです、実は日本人からしたらですね。京都の方は嘘つきだけれども、東京の方っていうのはもう本当にベトミン東京なんですね。トンキンってハノイの近くにある通りです。なので60年代に米ソが一斉にですね、タイとそのカンボジアと、ベトナムを枯葉剤をまいたっていうのはあまり効果はなかった。それ明治進攻をですね、やっぱりナポレオンの登場以来ですね、依然として日本も200年ほどですね、民族を淘汰されつつあるということです。それが巧妙になっていて、なぜ山一証券のですね、ショーティー、山一証券が廃業したときにですね、まあ、たくさんあれでしたけれども、密接に芸能界のベトミンと組んでいて、だいぶ長いこと組んでいてですね、例えばですね、お笑いの志村けんさんとかですね、あの時代の方はですね、松平方のですね、お父さんの画像をですね、志村けんさん風にですね、改ざんしてしまったり、そしてタレントを売り込んでったと。実際に松平方という人物はあのような容姿ではなかったと言われてるんですね。写真というのはいろいろ角度によって全く別人に見えるってことが、まあ、スマホとか iPhone の登場で、まあ、1人の人が10人10タイプの人間に見えると。私もたくさん画像を載せてますけれども、全く角度によっては全く別人のように映るんですね。それを利用してそういうふうに日本の芸能界ってとってもちょっとおかしいっていうのはですね、やっぱり歴史を乗っ取るというか、あともう一つ TBS 系でですね、とっても厄介なのが、まあ、やっぱり70年代のドラマでですね、水谷豊さんという方いらっしゃいますけど、子ども向けのですね、
うまくその、まあ、刷り込むように配役したり命名したりしますけど、あれも水谷豊文の、ドイツからですね、ドクターを招いてシーボルトを招いてです。で水谷豊文のパクリなんですね。勝手に後世この名前を名乗ってしまう。まあこの地図の通りですね、世界史標準、あのベルギーとか、ブリティッシュエンパイアとか、まあ、北欧のブロンド国家の基準で日本のその、世界史というのが、まあ、編纂されていて 99.9% の、公立高校、私立高校で使用されている、官僚でさえその教科書基準のですね、世界史基準の、国家試験を受けて、まあ、日本のトップの官僚になっていく、まあ、それぐらいあのベースになっているものですね。これはですね、それはあのイギリス圏、白人圏ですね、ブロンドとその北欧国家基準のですね、世界史とドイツだからなんですけど、まあ、それをですね、まあ、あの巧みに変え続けているっていう、民族的に混ざりながらですね、それはナポレオン時代から全く変わってないっていう、日本もそうだっていう。だからその、同じ白い肌って言ってもですね、同じペールでもですね、こちらのインドネシアン、ミャンマー系、タイランド系のペール、ホワイトとこちらは一緒ですけれども、まあ、サウスチャイニーズですね、華僑とか陰教って言いますけれども、ビジネスマンとか貿易のですね、トレーダーとかですね、混ざったって。まあその代表が松田聖子さん、聖子クォーツって言って、まあ、リストウォッチとですね、マツダっていう車のメーカーですね。トヨタもベトイントヨタなんですね。実はタブーなんですけれども。なので歴史の偉人を画像をこっそり変えたりですね。もうそういうことが100年行われていて、だからその志村けんさんとかですね、松平かたもりの父親と言われている松平義達と似ているとインターネットでも一時期流れた時期があったんですけど、そんなはずはないんですね。もしそうだとしたらお笑いなんかやってないんですよ、芸能人とかですね。それであとその水谷豊さんもですね、うまく子供の TBS 系のドラマで、子供向けの番組で70年代にヒットしましたけれども、あれもですね、水谷豊文というようにドクターシーボルトをですね、あちらを意識して、まあ偽造憲法問題っていうのがどのぐらいもう150年続いているので、相当サウスチャイニーズとですね、この辺がうさんくさいっていうことと、もう一つ山一証券のですね、ペールホワイトのショーティーは、まあサウスチャイニーズなんですね。なのでそのなんとなくごついですね、ノースヒトチャイニーズジャパニーズと違うんですね。とても厄介で、